はいさい、今回はうるま市の離島の一つ今に始まっています。そして今いる場所はホテル玉比嘉リゾートのね入り口の近くに来ているんですが、今回ね行こうと思っている場所は比嘉廃所というね僕がね大好きな場所ですね。で今日の沖縄は、まあ、比較的晴れてくれてはいるので青空が綺麗なんですが、風がね春一番なのかな分かんないけど、最近ねやたらと沖縄風が吹いているので、今回この動画もね風のボーボーボーっていうのがねもしかしたらうるさかったりするかもしれないので、あらかじめご了承ください。それですね、比嘉廃所はこちらのね防波堤をもうちょっとね進むと、この画面に映っている島のね上にあるんですよ。なので干潮時はこのね日上がった時に撤回して島を編み込んで砂浜に出るポイントがあるんで、そこから岩に登っていくのか、それとも今僕が歩いているように避難所のね横から、ほらイソヒヨドリがめっちゃ鳴いてるね、ピヨ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 、こちらからね行くかなんですが、まあねこっちの方が比較的、ね、安全に行けるので、こちらからね行くのをおすすめします。ここねモンパの木とかねアダンとかがね生えている島で、ガジュマルも生えてますね。知らない人だったらねすごいすごいね、内部に行く感じです。こういうねアダンの林の中を通るっていうのは本当に気持ちいいんですよね。何かガサガサした、あ、なんかトカゲがいたな、映せなかったか、なんかトカゲがいましたね。でこちらもガジュマルですね、根っこがいっぱい伸びててね、こういったちょっとしたね森、何ガサ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 ねさっからね、森もね体験しつつ、はい海が見えてきましたよ。さっき言った砂浜というのがねこちらなんですが、干潮時の岩をね歩くとこのね砂浜にたどり着きます。でこの砂浜の横っちょにねこれまたアダン林の道があるので、ここを進むと釣りポイントとかね、おお、アダンの実がまだ熟してないので、ね、若干緑が強いんですが、熟するとねパイナップルみたいにね真っ黄色になるんですよ、オレンジ色に ね。ここを登ると絶景です。ポイントは正面とかなんですが、はい、こちらです。比嘉廃所最高ですね、着きても本当に、まずは終わってからですね、お邪魔します。よし、はい、僕のね大好きな島のね、世界的なポイントですよ。ちなみに、中央に見えているのは、なんだっけね、モルク浜、飛んじゃったから痛かったね。でね、こう、こういった感じで
です。風です。気持ちいい。でもよいしょ、最高な景色。よいしょ。そうか、ここね、なんかね、有料シーンの関係ある配車みたいですよね。竜宮だったり、確かね、花比嘉ビーチの入り口にもね、竜宮神って大きな石碑がありますよね。ほんと絶景だわ。最高ですね。よくこの場所でね、釣り合ってる人と遭遇するんですが、まあ今日波風がねちょこっとあるんで、あんまりいいコンディションでもないし、干潮気味なんで、やっぱりこういう磯釣りは干潮よりも満潮がいいのかな。というわけでね、釣り人さんとは出会わないんですが、綺麗な海なのはね変わりないんで、よいしょ。今回は市離り浜比嘉島、浜比嘉島の廃所の中で、ね、僕もね大好きな場所でたびたび訪れる比嘉廃所からね、沖縄の島をね、ちょっとね、回って、なんか紹介ですね、していこうかななんて思ってるので、今後もね、引き続き、浜比嘉島のね、景色もそうなんですが、僕の動画では、沖縄のね、絶景をね、撮っているチャンネルなんでね、もしね、沖縄の、こういったねパワースポットもそうですが、絶景な景色を見たいっていうね、人は必ずチャンネル登録をしておいてください。